皆さんこんにちは、くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。今回は今の時期5月6月に行ってほしい挿し木についてお話ししていこうと思います。くるみどりチャンネル、略してくるちゃん。私が今持っているこちらは、今ね、葉っぱがねここに展開してないものしかなくって、なんだこれっていう感じなんですけれども、チリフのモンステラの茎の部分です。東京から持ってきた時に一度土から抜いた状態で、この状態で持ってきました。植物の生命力の強さっていうのは、この状態から根っこを出して新たな葉っぱ、新芽を展開させて新たな一株として生育するっていうところです。この挿し木にちょうどいいシーズンっていうのが、今気候が穏やかでここから成長期を迎える今のシーズン、5月6月になりますので、皆さんもこういったね、なかなか茎の状態のみのものはないと思いますが、ご自宅で背が長くなってしまった株の切り詰めた時に、高さを調節した時にカットした上の部分、挿し木にしていただいたりとか、あとは挿し木自体を楽しみたい方、ぜひこの動画最後までご視聴いただけると嬉しいです。今回この植物とともに用意していただきたいものが、こういったバケツのような水を入れる容器、それと軍手、あとはメネテールと、あとこれを希釈するグッズ、それと水苔、あとは切れやすいナイフ、カッターのようなものご用意ください。これから挿し木を早速やっていくんですけれども、挿し木をするとき、まずこの状態から何をすればいいか、これをね、節ごとに挿し穂と呼ばれる形にカットをしていきます。モンステラの場合は、葉っぱが出る要所要所、こう関節のような部分があります。これを節と言います。この節がないと根が出たり、あとは葉っぱが出たり、そういった成長点にならないので、必ずこの節を入れてあげるようにカットをしていきます。でね、まあ、極端な話、この節から上の部分、この部分だけでは発根しません。葉っぱも出ません。ただ枯れていってしまうだけなので、確実に節は入れてあげましょう。あとこれがね、長すぎても、一箇所から例えば根が出た時に、本体に対する吸水する水分量、一箇所の根が出てこれをね賄うのと、じゃあこの全部を賄うの、どっちが負担がないかというと、短い方が一箇所の根から吸った水分が全体に行き渡るのが早くなります。なのでこの節を1個2個もしくは3個入れた状態でカットをして、そしてまた1、2、3、節を入れてカット、1、2、3、節を入れてカット、カットっていう形にしていきます。では早速やっていきたいと思います。でカットするときは、切れ味の良いナイフを使ってあげてください。この刃の部分はしっかりと消毒をしてあげて、細菌などが入り込むのを防ぎます。でね、危ないのでぜひ軍手をした状態でやってあげましょう。先ほど説明したように、節を2から3入れます。1、2、3、3箇所なので、この節と節の間、ここをカットします。はい、今カットが完了しました。ちょっとね、ここ傷んでしまっていますが、1本目カットです。この時にこの節が、こっちが上の部分、こっちが根の部分、成長点、葉が出る方と根が出る方、下、これを必ず忘れないようにしてください。逆さに植えてしまうと、モンステラの場合はたまに気根を出して土に地中根を伸ばす時もあるんですけれども、他のものに関してはそういったね、気根が出るようなタイプではないものもありますので、必ず根が出る方を下にして植えるようにします。他もカットをしていきます。分からなくならないように、上と下分かるようにして置いてあげてください。1、2、はい、これで今4本の挿し穂と株元に分けることができました。この4本を今回は水苔で茎伏せをしてから挿し木にしていきます。この部分はすでに根っこが出ておりますので、このまま土に植えていこうと思いますが、その時にこういった腐敗した箇所もデローンとしてね、水を吸う能力を失った根っこはカットして根の処理をしてから
植え込んであげます。この根っこを、ね、放置したままそのまま植えてしまうと、ここが腐敗して根腐れの原因、土に細菌が発生する原因につながってしまうので、腐った部分は処理をしてあげて植えてあげましょう。はい、今カットが完了しました。この挿し穂をこのまま挿し木や茎伏せに移行してもらっても問題はないんですけれども、発根、根が出る確率をぐんとアップさせるために必要なのがこちらのメネデールです。メネデールっていうのは活力剤の仲間で肥料ではありません。活力剤で植物の根っこの発育、あとは葉っぱが出る、結局根が張ると葉っぱ新芽も展開しますので、そういった植物の生育を助ける活力剤になります。このメネデールを100倍に希釈したメネデール溶液を、今ある挿し穂たち、これを20分から30分程度浸してあげて、メネデール溶液を挿し穂が十分に吸った状態にしてから茎伏せに移行していきます。で、メネデール溶液の作り方は先日ご紹介させていただきました、こちらの1リッターなど水の量が測れるような容器があるととっても便利です。1リッターに対してメネデール100倍なので10ミリ入れてあげます。このメネデールの蓋の部分、この蓋の部分がキャップ1杯で約10ミリ測れるようになっているので、キャップ1杯入れてこの1リッターの容器に水を入れてあげると100倍のメネデール溶液を作ることができます。もっとね、しっかりと測りたいよ、キャップ1杯だとちょっと不安だっていう方は、こういったねスポイトのようなもので10ミリ測ってこの水を入れてあげて、メネデール溶液作ってあげてください。メネデールは小さいものも売っているので、ぜひねご自身が使う量を決めて入れてあげるといいと思います。今キャップ1杯のメネデール入れました。10ミリです。ここに入れます。あとはここに、私の場合は1リッター1000ミリのところまで水を入れてくるだけです。今水も入れてきました。これでメネデール溶液の完成です。この水に先ほどのこちらの挿し穂を約20分から30分つけてから次の作業に進みたいと思います。この時に挿し穂、必ず上と下はチェックしてあげてください。はい、では2、30分経ちましたので、このね、今メネデール溶液から引き上げた挿し穂たちですね、特に見た目は変わりませんが、しっかりと 2、30分置いてあげて吸水をさせています。で、あとは水苔、これはね、しっかりと水を吸水させたもの用意してもらうのと、あとは鉢、私は今回スリット鉢を使用しますが、皆さんお好みの鉢使ってあげてください。で、今回はまずは水苔で発根から始めたいと思います。このスリット鉢に土に植える容量と若干似ているのですが、しっかりと隙間なく入れてあげて、あとはもう挿し穂を上と下を間違えないように入れてあげる。で、この節の部分から根っこが出るので、これらがしっかりと入るような形でね、植え込んでいってあげましょう。水苔でやることで土にね、最初から植えられるよりも根が発根しやすくなります。で、この後にずっと水苔というよりかは、ここで発根するまで助けてあげて、発根、根が出たことを確認したら土に植えてあげるように私はします。はい、でですね、今こちらの形で水苔にモンステラの茎、伏せた状態で、これで発根を待ちます。はい、でこのようにですね、初期の根っこが生えてくると思います。水苔の中で管理してあげることで、およそ1ヶ月もしないうちにこれぐらい、もしくはそれ以上根が出ることがあると思います。
このぐらいの初期の根っこが出れば、この後ね、土に移行してもらっても大丈夫です。この水苔のままでの管理でもいいんですけれども、水苔のままよりも土に植えてあげた方が植物にとっては栄養、肥料、水分全てにおいて取りやすいと私は思っておりますので、こっちで発根管理して根が出たことを確認したら、ぜひ土に植え替えてあげてください。この時にもうね、すでに発根を確認しているので、発根を確認した場合には挿し芽種まき用の土ではなく、普通の観葉植物用の土に植えてもらって大丈夫です。それで植えた株がこちらです。じゃん、今絶賛かわいいが溢れ出ております。かわいいのかわいい、もうかわいさ全開のモンステラ、ギフセのモンステラなんですけれども、もうね、ここ今根っこもね、すでに見えているんですけれども、根が出てる部分が横からね、出てきてしまったので、この子は横に倒した状態で土の上に植えておりますが、その脇からね、もうどん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 新芽が展開して、これチリフのモンステラなんですけれども、とってもとっても可愛らしい状態で今ね、管理を続けております。この時の普通の観葉植物用の土を使っていて、育て方も普通の他の観葉植物同様、土が乾いたらたっぷりしっかりの水やり、そして風通しよく、日当たりは明るいカーテンで少しで管理をしております。水苔のものも同じように、水苔が乾いたらたっぷりしっかり水苔に吸水させるようにしますが、土よりも多分ね、乾きが早いと思いますので、その乾き具合しっかりとチェックしてあげて、水を切らさないようにだけ注意をしてあげてください。そこで発根してね、根っこがちょびっとでも出てくれたら、初期根を確認したら土に植え替えてあげると、こういった形で可愛いですね。葉っぱを展開させる新たな一株として楽しむことができますので、ぜひ今の季節に挿し木、茎伏せやってみてください。もちろんこの株まだね、小さい葉っぱしか出ておりませんが、生育を続けていくと、どん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 こっちの葉っぱが成長して、また新たな節をつける、その節をカットして、また新たな挿し穂にして、挿し木、茎伏せをするという形で植物をどんどん増やすっていうこともモンステラ楽しめるので、もちろん他の植物でもできる植物いっぱいあります。ご自宅のもので何か挿し木、茎伏せができるものがないか、ぜひネットで調べてもらって、あればチャレンジしてみてください。今の時期がベストです。はい、今回はチリフのモンステラを使って挿し木の方法をご紹介してきました。私先日沖縄に来たばかりなんですけれども、5月のゴールデンウィーク中に植物のイベントに参加させていただきまして、多くの方とお話しすることができました。本当に沖縄の方、温かい方ばかりで楽しかったです。でその中で同じようにモンステラなどを育てている生産者の方から、いろいろな情報、沖縄の気候に合わせた育て方などをお伺いして、このね、水苔で、そして水はびちゃびちゃで育てるといいよ、発根するまではもうガンガンあげちゃっていいよっていう風なお話をお伺いしましたので、そういった形でこれから管理していきます。もちろん沖縄に限らず、今の時期は気候が穏やかなご地域が多いと思いますので、同じように挿し木、茎伏せを楽しむことができます。こういった形で水苔で発根させて、そして土に植え替えて、そして新しい葉っぱを楽しむなんていうのも、とてもね、ボタニカルライフの充実につながりますので、ぜひやってみてください。カットするのね、ちょっと不安だな、失敗したらどうしようって思う方いると思うんですけれども、しっかりとステップ踏んでもらって、間違えなければこういった形で結構簡単に根が出てくれます。根っこが出て新たな一株ができた時の感動っていうのは、私は何度感じても本当に幸せに思う瞬間です。皆さんにもやってほしいなと思います。はい、今回の動画参考になったと思ってくださった方、ぜひグッドボタンいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録もお待ちしております。こういった挿し木、茎伏せの他にも、剪定や切り戻しなど動画で見たいことがございましたら、ぜひコメント欄にてお寄せください。動画にできるように、これからも皆さんのお力になれるように頑張っていきたいと思います。あとは5月24日に私事ではございますが、自身初の書籍、私のゆるっと植物生活という本も出版させていただきましたので、ぜひそちらの本も参考にしていただけると嬉しいです。はい、くるみどりチャンネルくるちゃん、今回はこの辺でバイバイ。